今日はあのパチンコ一日さんに来ています。一日さんの横やろ。え、どういうこと？一日さんの横やん。実は今日延べ葉の湯に来てたんや。忘れてたわ。ちょっとパチンコに夢中になってて。ペイペイ使えるらしいで。どこで？あ、ペイペイ使えるやん、ここ。今日はあの延べ葉の湯ですね。これ最初なんて言うんだっけ。塩葉の湯って言うんじゃない。塩葉の湯って言っちゃったな。延べ葉やで、これ。ここあの天然温泉延べ葉の湯ですね。合流サービスはなんて書いてんの。トロッコ老流サービス。トロッコモロッコ老流サービス。トロッコ老流サービスやってるみたいね。今日は老流もやろうか。じゃあせっかくやし、なんか有名らしいで、暑い。なんかコメントでなんか暑い、結構大阪一番暑いみたいな。老流サービスが一番暑いんで試してくれみたいなことを書いてたから、今日は試しますと。ここで老流サービスを試します。試します。ほんまにやる。千何本があるらしいよな。多分入場料で800円ぐらいで、また別料金やね。その老流サービス1000円何本なんかやってるな。お盆のやつ炭酸温泉やってるらしい。サウナ、塩サウナ、炭酸で岩盤浴やな。でトロッコ老流祭りなんてやってるらしい。なんかトロッコみたいなところに乗るんじゃないかな。なんかちょうど今イベントやってるからいいんじゃない。これ熱波やな。熱波でやるらしい。アロエ風呂期間限定メニュー。これあれやな。何がパチンコで買った後に行くっていう感じのイメージやな。あ、まあ立地条件が1、2、3そうやな。パチンコであの汗かいた金で、買った金で家族全員で入るみたいな、そういうやつやな。じゃあ入ってみろか。ご利用案内あ書いてるわ。入浴料が870円ね。で蒸気風呂、蒸気房、薬石缶蒸房、薬石缶蒸房1080円。おなんか落としちゃう思ったらあれか、警備員がチャリをこかしただけやった。なんか泊まれるんかな。1時間3900円のなんかあるみたいな。まあ回数券とかいらんな。営業時間は9時から深夜2時まで、年中無休。結構お客さん入っていってるな。人気なんかな。多分人気なんじゃない。これスケジュール、今日が8月の11日マッコリ、じゃあ10日間デボラ湖、塩風呂とデボラ湖って書いてるわ。タトゥーシール、あ、自分タトゥー入ってるから無理や。無理や、嘘や。入ってるやん、胸になんかブレストファイヤーみたいな。好きや。タトゥー入ってるやん、ここになんか、こことなんかここら辺に黒いタトゥー入ってる、ブレストファイヤーみたいな。暴力団関係者の入力は無理と。じゃあ入っていこうか。なんかすごい江戸時代みたいな、ここ江戸時代みたい。あ、まず靴をそこで脱がなあかんだよね。靴ここでよいしょよいしょ。靴どこで行こう。俺結構多いな。ここにしようか。ここ入れた、お母さん。よいしょ。あれ、扉を閉めるときはボタンを押しながら、あ、ボタンを押しながら。どうとか。逃げたわ。
どこでこれ買うんやろな。あそこで買うんか。現在地。こっちの裏もあるんかな。裏もあんの。手洗い喫煙所抽選会ペイペイ使えるわ。もう一応そこの並んでチケット買わなあかんから、でチケット買った後岩盤浴、あるね。岩盤浴も一緒買わなあかん。岩盤浴とあの入場料金が1800円ちょいぐらい払わなあかん。韓国式サウナって書いてある。韓国式サウナらしいね。この上官房ってやつ、じゃあ環状房、これめっちゃ暑いらしい。じゃあこれ入っていこうか。今どうする、楽しみやする。でも全部入ってんやん、これ楽しみやね。いけるんかな。いけるいける。じゃあ今がチケット買って、じゃあまたあの後半の動画で感想とか。今からここ、あ、書いてるわ。薬石半純坊や、読めんかったけど、薬石半純坊に入ります。半って読むわ、これさあ。半純坊、薬石半ジャンボって。今はこれに薬石半純坊に韓国やな、入りたいと思います。まあ鶴橋やからね。じゃあ後半の動画でまたあの感想言いますんで、いい感想が言えるように今のうちから考えてください。韓国ですね、はい。